神セブン高級ダウン最強ナンバーワンどれということで、こちらにズドンと並ばさせていただきました。海外の高級ダウンジャケットでどれが一番いいのかっていうのをね、見ていきたいなと思いますので、はい、本日はですね、神セブン高級ダウン最強ナンバーワンどれということで、こちらにズドンと並ばさせていただきました。皆さんが高級ダウンって言ったら、おそらくこの辺をイメージするやろうなということで、神セブンをこちらから並べておりますね。前田のあっちゃん、大島優子、ともちん、そして高見なっていうことで、ずらっと、ゆきりんまで並ばせていただいたんですけども、まあ、その中で、何をじゃあ買っていくんかっていうことになると思うんですけど、全体的に大体最安値で10万円ぐらい、一番高いやつで30万円ぐらいダウンジャケットが並んでます。ちゃんと紹介しましょう。こちらからね、ヘルノっていうイタリアのブランドのダウンジャケットですね。次がですね、こちらカナダグース。このワッペンは見覚えある方いらっしゃると思うんですけど、これはカナダのブランドですね。唯一今回神セブンの中でカナダはこの1カ国だけです。で、次のエントリーがですね、こちらピレネックスっていうダウンジャケットで、これはフランスからエントリーされております。そしてですね、次がこのストーンアイランドっていうね、型にこのワッペンがあるタイプ、これはイタリアから出ておりまして、実は今回神セブンほとんどイタリアでございます。で、次のムーレーっていうやつですね、これも高級ダウンではよく出てくるんですけど、こちらもイタリアのダウンジャケットになっておりまして、そして次ですよね、こちらタトラス、これも高級ダウンでイタリアのダウンになっております。そして最後がですね、モンクレール、こちらはフランスのダウンジャケットということで、こちらずらっと並ばせていただいて、実はモンクレールに関してはフランスのダウンジャケットなんやけども、生産国はルーマニアとかいうね、わけわからん、もうちょっと深掘った話までした上で、じゃあどれ買いますかっていうところをね、見ていきたいなと思いますので、皆さんと一緒に見ていきましょう。では今回紹介した中で、あれ日本製なんやないかと、メイドインジャパンなんやないかと、そうなんですよ。今回ちょっとメイドインジャパンだけ外させてもらって、海外の高級ダウンジャケットでどれが一番いいのかっていうのね、見ていきたいなと思いますので、まずはヘルノから着ていきましょう。ではこちらはですね、ヘルノのダウンジャケットになっております。こちら値段とか出てると思うんですけども、159,500円、そしてサイズがですね、03っていうサイズを着用しておりまして、おお、ダウンジャケットで15万かってなるじゃないですか。ご安心ください、こっからそんなんばっかり出てきますので、ちょうど10万円オーバーのが欲しかったっていう方なんかは、これ見ていただいたら完璧ですよっていうようなね、スタイルになってるかなと思います。細かいスペックとかは特にここで喋るつもりはないんですけど、まあ、基本的に全部フードが外せるような仕様にはなってるんですけども、途中で出てくるカナダグースとかピレネックス、このあたりは外せません。なのでこっちにかかってるやつはね、全部フード外せると思っていただいて大丈夫やと思います。ストーンアイランド外せなかった、まあ、外せないやつも中にはちょっとありますが、そんなことになっていますね。このヘルノっていうブランドがね、このジャケットだけじゃなくて全体的にそうなんですけども、結構大人向きなんですよね。大人向きな理由っていうのも、まあ、後でお伝えはしていきますので、次カナダグースですね。シャトーというモデルなんですけど、皆さん今年冬にセレクトショップ行ってカナダグース見てびっくりしたんちゃいます？目ん玉飛び出てたでしょ。値段がね、まだ10万ちょっとぐらいかなとかと思ってパッと見たでしょ、20何万、ここに書いてますけど234,300円かな。そんな高なってんのと、そんな高なってて性能変わってんのって言ったら何にも変わってないんですよ。だからまあ値段が、物価が上がってるっていうところなんですけどね、そういったことで仕方ないかなと思いますが、こちら L サイズで着用しております。シャトーっていうモデルで、海外のモデルやからもっとでかいんかなと思ったら、シャトー自体がちょっと、まあ、コンパクト面作ってるんか知ってね、Lサイズで着れてます。ただまあこの中で言うと、一番多分おそらく頑丈なダウンジャケットどれって言われたらシャトーになってくるんちゃうかなと思いますけども、次のねピレネックスに行きましょう。ピレネックスはですね、先ほどもお伝えしたよりフランスなんですね。で、今回紹介するのっていうのは、フランスが唯一このピレネックスとこちらのモンクレールがフランスになってるじゃないですか。ってことはこの2カ国だけフランスでエントリーしていただいてるんですけども、まあ、勝手に僕がエントリーしてるだけなんですけどね。そのエントリーしてる中で、もともとモンクレールのダウンを供給してたんが、このピレネックスという工場でやってたんですけども、それがまあ自社ブランドとして出した。だから一番お値段が安いんですよ。とにかく安くて高級ダウン教えてって言われたら、ピレネックス一択ですっていうことになってはくるんですけど、じゃあお値段がいくらなんかっていうと、12万1000円、まあ、11万円の消費税ですよね。ただその代わり今回こちら、グースではございません。なのでダックでございますということなんで、意味わからへんという方もいらっしゃると思うんですけど、後に紹介しましょう。とりあえずダックだと覚えておいてください。カナダグースとのそんな違いって何かあんのっていうと、やっぱカナダグースの外側の生地が少し丈夫に作られてるっていうところもあって、テフロン加工っていうね、加工が上にされてるんですよ。フライパンの加工みたいな、それされてるから、より強度もあるし、より撥水性、水とかにも強いとか、よりこすっても強いとかっていうのがあるので、見た目はほぼほぼ変わらんやんとかってなってくるから、値段が安いからアヌシーが悪いんやっていうわけじゃないんですけど、もともと中綿のダウンのブランドなんで、外の生地がすごいハイテクっていうわけじゃないっていうところもね、覚えていただけたらなと思います。では次、ストーンアイランドですね。これはですね、17万6000円ということで、まあ、16万円の消費税じゃないですか。で、まあ、イタリアで作ってるということなんで、大体このストーンアイランド着てる人って、大体ほんまの金持ちが多い。ほんまに金持ってる人って、ブランドだけで選ぶんじゃなくて、もうストーンアイランドが僕好きなんですと。ロンティー着てて、もうロンティーでもこの十字架を背負いたいんですっていう人がいてるから、まあ、好きな人は好きっていうブランドなんですけど、今回見ていただいている方の中で、いやとにかく高級のダウンジャケット一着欲しいねっていう方には一番遠い存在になってくるかなと思います。で、っていうのも何なんかというと、これね、ダウンジャケット云々っていうよりかは、もしかしたらジャケットも
の方が、まあ、ブランドの特性が出てるんですよ。でそれはなんでかというと、そもそもこれダウンのメーカーじゃなくて、この染色を重きに置いてるデータ、あのブランドなんですね。でこういう、後染めっていうんですけど、製品にした後に色を入れていくっていうのがこのブランドの特徴なので、まあ、これブラックやから分かりづらいんですけど、他の色味とかやったらちょっとくすんだ色味とか、ちょっとそれぞれ一点一点違うかったりとかっていうところが良さやったりするので、それ別にダウンじゃなくてもよくねっていう、そうやったら普通のミリタリージャケットとかストアイランドのジャケットでよくねっていう、その中のダウン入れる必要ない、中綿入れる必要ないってなってくるので、まあ、一番僕個人的にはどうしてもストアイランドがお好きな方やったら全然いいと思うんですけど、ダウンでって考えてるんだったらちょっといいか置いときましょう。次がムーレーですね。これがですね、まあ、値段がだいたいちょっと覚えない、だいたい24万円ぐらいだったかなっていう感じで、これイタリアのやつなんですけども、サイズが48っていうことで、イタリアで48だとだいたい L サイズなんですけど、少しタイトめに元々のパターンとして作られております。ロンティの上に着るとして作られてるので、結構ね短いとかちょっとちっちゃいんちゃうかと思われる方いらっしゃると思うんですけど、もしそれが嫌な方はワンサイズ上だから、普段 L とか着てるんやったら50買った方がいいと思いますし、いや普段 M サイズやねんなっていう方は48の方がいいかなと思うので、そういうサイズ感で選んでいただければいいかなと思うんですけど、まあ、最も品質が高いの何っていうと、もう先に答え言うとこれになってはくるんですけど、まあ、とは言いながら好みもあるから、まあ、一旦ちょっと見ていきましょう。そして次がですね、キャバ嬢大好きタトラスっていうね、タトラスというブランドになってます。だいたい女性でも夜の雰囲気なんかこう匂いが感じるなっていう方は、肩に星3つついてますわ。でこれが星みたいなマークね、タトラスのブランドなロゴなんですけども、これちょっと小綺麗なあの夜な雰囲気アップの髪型してるなっていうお姉さんは、だいたいこれのロングコート着てることが多いんですけど、そういったことで、これイタリアのブランドですね。値段がだいたい16万とか17万とかそのあたりやったと思うんですけども、サイズが、僕は303っていうサイズで着ております。普段 L 着てる方やったらもう3で OK かなと思いますね。でこのブランドの、テーマというかコンセプト自体がエレガントなんですよ。だからもうぴったり夜とか夜の雰囲気とか大人とかそういうのにもぴったりなのがこのタトラスやなと思ってて、他は少しカジュアル感があったりとかするんですけども、よりこうゴージャスに着たいとか華やかに着たいとか、これ着るだけで、ただ普通にグレーのパンツ履いて白 T 着てダウン着てるだけだけども、なんかちょっと品感じさせるってなったら、こういう細かいファスナーのところとかね、そういうちょっと品があるよっていうのがこのタトラスになってくるんじゃないかなと思います。じゃあ次モンクレールいきましょう。ようやく7つ目になるから、では言うの忘れてたんですけどね、だいたいこの辺のブランドだったら全部オリジナルハンガーがついてきます。で肩がちょっと太めなやつで、肩やっぱ細いとこうダウンがね偏っちゃうっていうのがあるので、こう太めに作られてるハンガーっていうのがだいたいどのブランドもあるんですけど、ピレネックスとカナダグースだけなかったですね。あとは全ブランド、オリジナルのハンガーっていうのがついておりました。でこれはモンクレール、まあ、これは言わずと知れたねジャケットになってるかなと思いますし、まあ、偽物も非常に多いんですけども、もう値段も爆上がりしますね。カナダグースより高なってるから、今回紹介する中では多分一番高いと思うんですけど、26万円ぐらいの、ダウンジャケットとなっております。おそらく今回紹介した中で最も知名度のあるのっていうと、これやと思います。っていうのもね、この間長島のアウトレットに行ったんですよ。で買い物パーティーしようと思ったらモンクレールのとこすごい並んでるんですよ。で以前の5年ぐらい前ってノースフェイスの前にすごい人並んでたんですけど、ノースフェイスの前は人並んでないんですよ。でモンクレールの前にずらーっと並んでて、まあ、海外の方もいらっしゃったんですけども、今のトレンドっていうのがもうすごいはっきり分かれてて、プチプラ系に行くのか、ちゃんとハイブランドというか良質なものに行くのかっていうのがしっかり分かれてるので、以前のノースフェイスとかっていうところのラインがごっそり消えちゃって、もうどっちかにねなってるっていうのが、洋服のトレンドになってくるのかなと思います。でね、ざっくり触りだけお伝えしますけど、もう少しちょっと深掘りしていきましょう。そしたら選びやすくなりますから、ほんなら何を選んだらいいんかっていうのがすぐ分かりますので、見ていきたいなと思うんですけども、このね次ヘルノっていうのはね、ヘルノはダウンの表記っていうのがないんですよ。でダウンっていうのは、まあ後でも見てもらうんですけど、こういうね水鳥のこの胸の部分っていうか、そういった綿になってるんですけど、それの表記っていうのがなくて、これどこで取れましたよ、そして何フィルパーですよっていうのがないので、ダウンの質としてどうなんって言われたりしたらちょっと分からないっていうところもそうやし、逆に言うと言わないってことはそんな高くないんじゃないかなと思ったりするっていうところがあって、なぜかというとね、実はこのタトラスなんかはすごいダウンの質がいいっていうことで有名なんですよ。どういうことなんかっていうと、見えますかね、こんな感じでダウンがね一個一個入ってあるんですよね。でこれって産地とかもめちゃくちゃ大事なんですよ。でこれのボールが、要はダウンボールみたいな、このダウンボールじゃないですよ、ダウンのホールがでかければでかいほどやっぱり暖かさってね、この空気に包まれていくわけなんですよ。って考えた時に、このダウンジャケットって実は生地も大事なんだけど、このダウンの質ってめちゃくちゃ大事なんですよ。でこれがヘルノの場合はホワイトグースっていうポーランドのやつを使ってるんですよ。でダウンに関して、この中のダウンに関しては、とにかくポーランドとハンガリーとかアイスランドとか、その寒いヨーロッパの地域がすごいダウンのでかい水鳥が多いんですね。だからすごい産地として有名っていうことで、それを使ってるっていうのがこのヘルノなんですよ。だからこんな感じでダウンが多くてほとんど羽がないっていう状態なんですよ。でこの割合をダウンとフェザーっていうんですかね、このダウンに関しては 90% がダウンです、 10% がフェザーですっていうことになってて、より
羽がないと毛抜けがしづらい、だから長く着れるっていうところなんですけども、このヘルノは90対10の割合であります。で、他のやつも全部そうなんかってそんなことないです。80対20のやつも、これ20万ぐらいするのに80対20あるの？あるんです。皆さん気をつけてくださいということで、別にそれが悪いわけじゃないんですけども、ダウンの質としてはやっぱ落ちるよねっていうことになってますので、ちなみにこれ今見ていただいているのはポーランドではないんですけど、これハンガリーのダウンの綿をね、皆さんに今見ていただいております。でもまあポーランドもハンガリーもすごい有名なところなんで、ダウンの質としてはすごいずば抜けていいものですね。なので例えばこれね、パーティー今見てもらってるじゃないですか、もう普通に空気だけでねやったらもう飛んでいくんですよ。これぐらいこう軽いっていうので、こういうので作られてるから軽いジャケットができる、だからダウンっていうのはすごい軽いんだ、軽くて暖かいんだっていうのをね、今ので分かっていただけたかなと思います。なんか通販番組みたいになってるけど、だからね、ダウンジャケットといえば、まあ、モンクレールもそうなんですけど、タトラスなんかも有名になってくる理由っていうのは、そもそもの綿のこの中の質って目には見えへんねんけども、実はちゃんとこういういいやつが使われてるんですよっていうところになってるんですよ。あ、なるほど。なとダウンジャケット一つにしても全然表記しないブランドもあれば、ちゃんと表記して品質のいいものをやってるとこもあるんだ。じゃあ次問題いきましょう。このカナダグースはどうなってるんですかと。で、カナダグースちょっと一回着てみましょう。ついこのカナダグースっていうのは、実はダウンの量ってそんな入ってないんですよ。結構重たいんですよ。重たいのに、そうなんて、他ダウンのやつで軽いのって。そうなんですよ、軽くて体感的に言うと 1.5 倍ぐらい重い感じですね。あのカナダグースの方が倍までいかんけど 1.5 倍ぐらい重いなっていう感じで、ほななんでこれ重たいのっていうと、ダウンの量はそんなに知れてるし、実はフィルパーもね、これ見てもらってた、いいダウンのやつってこれかさたが高くてフィルパーがそれ高くなるんですっていう話をね、ちらっとさせてもらってはないんやけども、フィルパーが高くなったらいいんですよ。で、それやねんけども、今ユニクロがね、なんと750フィルパーっていうのを使ってて、今さっき見てもらったのは900フィルパーなんですけども、それによって同じ 10g 入れても、この画像見てもらったら分かる通り、すごい傘高がある。同じ 10g ですよ、全部 10g 入ってんねんけども、いっぱい詰め込む必要がないっていうところが、いい質のやつは少量で傘高があるから暖かい。安いやつにはいっぱいガーって詰め込まなあかんから、その分重たくなってくるし、暖かさも実は低いっていうところになってるんですけども、まあ、それがカナダグースの場合でいうと625って、フィルパー的に言うと今のトレンドで言うと少し低めに感じるんですよ。ただこの中にあるからすごい低く感じるし、ユニクロがわけわからんことをしてるから低く感じるんですけど、一般的に言うとそんなに低いわけじゃないんですね。625って言ったらめちゃくちゃ悪いやんっていうレベルじゃないんやけども、あまりにも周りが高くなりすぎてるから少し低く見劣りしてるんですけども、625フィルパーになってます。なんでじゃあ高いのと。そのダウンの質下がって重たくなってるのになんで高いのっていうと、実はこれカナダ国内で全てやってるっていうところが高いんですよ。カナダの工場で縫製もしてる。で、カナダのダウンも使ってる。で、ダウンに関してはこれダックっていう、グースとダックっていうのがあるんですけど、グースは大きい水鳥だから必然的にここの綿、大きい綿が出てきて、こうちっちゃい綿とかになってくるとダックになってくるし、こういう大きいのはグースだよねっていうことになってきますので、グースとダックどっちがいいのって言ったら、おのずとグースの方が暖かさは高いんですけど、何でもかんでも毎年同じ量が取れるわけじゃないので、もうさっさ全部グースがいいわってなってくるわけじゃなくて、グースもやっぱ今年取られへんかったな、ちょっと少ないなってなったら値段がおのずと高くなってくるんですね。ダックはまあ言うたってちっちゃいから、まあ、すぐ取れるよねってなってきたら、ダックの方がまあ比較的使いやすいというか、まあ、取りやすいというかいうのになってくるし、そもそもこういうのって飼育するのにすごい苦労かかるみたいで、与える餌とかね、食べる量とか、そんなもしっかり国単位で管理してるのがポーランドとハンガリーなんですね。で、まあ、もちろんカナダでもやったり中国でもダウンって使われて作ってられたりしてるんですけど、このカナダグースの最もの価値っていうのは、とにかくカナダで生産して一貫やってるっていうところに価値があるので、それが消費者として僕らとしてあったかいんかとかって言われた人はちょっと話が変わってくるっていうのがカナダグースになってきております。で、次ね、ピレネックスっていうこのフランスになってるんですけど、これがね、次フィルパーが800フィルパワーになっております。だからさっきと比べたら、あ、カナダグースよりちょっとようなってるやん、ほなええやんってなってはくるんですけども、比率も90対10になってるので、羽が抜けてきたりすることも少ないっていうところは非常にいいところにはなってるんですけど、あくまでフランスのブランドではあるけど、生産国は、さっきのモンクレールは、ルーマニアって言いましたね。配送のコマネチのルーマニアと覚えてください。あ、モンクレールはコマネチなんだと、ビートたけしなんだと思ってもらって、こっちのピレネックスはじゃどこなのっていうと、チュニジアなんですよ。チュニジアって何、名産は何ってわからないんですけど、そのチュニジアで作られてると。だからダウン自体はフランスのダックを使ってます。グースではなくダックを使ってます。そして、縫製とかしてるところっていうのはチュニジアで作られてると。だからすごい品質の高いやつを教えてくださいって言われたら、ピレネックスっていうところはもしかしたら上がってこないかもしれない、人によってはっていうの
が正直な感想なんですね。だから値段もね安くなってるっていうところもあるんかなと思うんですけども、まあそれがピレネックスだからダウンの質的にはカナダグースよりいいんやで、カナダグースの半額ぐらいのに中のダウンに関してはいいんやっていうところなんですけど、形見てもらったら分かる通りこういうのってもともとダウンを入れる形ではないんですね。こうロング丈になってて、どっちかって言ったら外で着るよってことなんで、まあ、ダウンをバカすか入れるってよりかは外気の侵入を防ぐ防風性であったりとか雨とか雪が降ってきても守れるとかっていうそっちにちょっと特化してるので少しイメージが違うっていうのが、同じ20万とかするダウンジャケットでも、あ、なるほどそんなとこ違うんかって言いながら次にストーンアイランドに行きたいなと思います。でこのストーンアイランドに関してはもう全く表記がないんですね。だからダウンの表記がほぼほぼないっていうことになってるので、おそらく言わないってことはねいいことではないと思うんですよ。だってダックとグースでグース使ってたら僕グース使ってます、私たちのブランドはグース使ってますって言いますから。でさらにそれで言うと産地ももっといい産地、さっき言ったハンガリーとかポーランドで国単位で保管してるようなところで使ってたら、いや私たちはパーランドハンガリーで使ってるダックグースを使ってるんですって言うんやけど、まあ、それ言わないってことはおそらくダックだろうと。で産地も言わへんってことは産地もそんなにメジャーなところではない。でちなみにどこがあるのっていうと、ヨーロッパは結構いろんなところあるんですね。それもそれこそさっき言ったポーランドハンガリー、それ以外にやったらアイスランドスペインフランスで、他にも、まだまだ何個かあって、他には中国とか台湾とかもあったりするらしいんですけども、まあ、そういったことで、ダウンの質にこだわってるっていうブランドじゃなくて、あくまでもこの外側の生地にこだわってるブランドなんで、ダウンの保温力を求めたいっていう方にはちょっと向いてないんですね。で逆にちょっと違う染色のしてるダウンジャケットが欲しいっていうことになってくると、ストーンアイランド一択になってくるんですよ。でそれがあ、なるほどねと。でそして次がですね、こちらのムーレになってきます。でムーレに関してはですね、まあ、今回一番おそらくコスパがいいというか品質が高いっていう話ちょっと冒頭でしちゃったんですけども、なぜなのかっていうと、そもそもこれ作った人っていうのがダウンジャケットの工場で働いてるおじさんが独立したんですよ。だから普通こういう洋服たちってダウン工場だけじゃなくて普通の洋服を作る工場でも作られてるんですよ。だから例えば冬場になったらダウンは作るけども、夏場とかはジャケット作りますよみたいな感じなんですけど、ここに関してはもうダウンエキスパートがダウンのブランドを立ち上げたっていうことになってるので、めちゃくちゃ細かいところまで考えられてるんですね。でそれで言うと、まあ、今回紹介する中でもトップ2トップ3とかに入ると思うんですけど、ホワイトグースが使われておりますと。95がダウン、フェザーが5ってことになってて、じゃあ産地どこなんですかっていうと、産地はそれぞれバラバラなんですよ。それも表記はされてるんですけど、その時にあったさっきも言ったいいやつがあるんですよ。この年はすごいフランス良かったね、この年はやっぱりスペインが良かったねとかってあるんですけど、まあ、安定してるのってやっぱり国が支援してるとかもちろん安定してるので、まあ、ポーランドハンガリーが安定はしてるんですけども、それ以外にもいや今年スペインええなと、さすが闘牛の国やななんて言ったりしてたりしたら、あじゃあスペインから今年買いましょうかなんて言ってるので、国が実は違うっていうところが、このムーレの、まあ、こだわりというか他のブランドにはない、ダウンの質になってるんですね。だからまあその辺がね、まあ、一つ面白いところになってくるんじゃないかなと思います。そして先ほど紹介したタトラス、これもねあの非常にいい感じって言ってて、何だっけ、ホワイトグースか、ポーランドのホワイトグースが使われてるってことなんで、この辺がまあトップワンツー、ムーレとタトラスに関してはもうダウンの質だけで言ったらまあワンツーになってくるんじゃないかなと。じゃあモンクレールどうなんていうと、モンクレールは実はこれも表記しないんですよ。でピレネックスがフランスのダックさんを使ってるっていうことを考慮すると、全く同じかどうかは知らんけども、もともとここが供給してたわけやから、でこれのフランスのダックを使ってるってことやから、ダックを使ってることはおそらくないとは思うんですけど、おそらくグースやと思うんですけど、そうなってくるとフランス産ではないと思うんですよ。フランス産って言ってくると大体こうダックが多いっていうイメージなんで、フランス産のグース効かんなーってなってくるので、もしグースを使ってるなら、まあ、さっき言ったようなポーランドハンガリーっていうところにはなってくると思うんですけど、ただとにかく表記してないし明記してないからわからないってことなんで、意外とこのモンクレールの方が質わからへんっていうところが面白いんですよ。だから値段高いからそれはちゃんとしてるんやろうと思ったりするんやけども、そこに関しては蓋開けてみないとわからない。実際問題モンクレールが取引してるところを辿っていかんと全然わからへんってことになってるので、ブランド力でいきたいってなったらもうモンクレール一択になってくると思うんです。で今パーって紹介したんですけど、それぞれのメリットデメリットあるんですよ。だからそれをパンパンパンと言って終わりたいなと思います。でヘルノからね行きたいなと思うんですけども、ヘルノに関してはね、まあ、今回紹介した中でもすごい種類が多いんですよ。でこれ今見てもらってるジャケットとかもそうなんですけど、これねゴアテックスモデルなんですね。高級ブランドでゴアテックスモデルってないんですよなかなか。でも、まあ、モンクレールから今年出たりしたけども、モンクレールと並ぶぐらいとにかく種類が多いんですね。でモンクレールってそれこそ、100種類から200種類ぐらい種類のダウンジャケットがあるんですけど、もうそれに匹敵するぐらい多いんですね。で価格帯的に言うとだいたい10万円から30万円ぐらいっていうのが、このヘルノの値段相場になってくるんじゃないかなと思います。ただダ
ウンの質を求めたいっていう方にとっては少しこううってなってきたりはするんですけども、まあ、その選ぶチョイスは多かったりするし、あ、ゴアテックスモデルがいいなとか、ちょっと違うモデルがいいなとかってなってきたりしたら、このヘルノっていうのは選択肢に入ってくるんじゃないかなと思います。そして次がですね、カナダグースですね。これもう街中のセレクトショップにようあるけど、これ何がええくて何が悪いのかちょっと分からんけど、たくさん言ってよって言われると思うんですけど、分かりました、言いましょう。何なんかっていうとね、この中で一番機能的なダウンを選びたいっていう方なんかにはいいんじゃないかなと思います。機能的というか丈夫なダウンが欲しいっていう方なんかは、これが非常に向いてるかなと思いまして、っていうのもなんでかっていうと、そもそもの外の生地の分厚さ、まあ温数っていうのがかなり分厚くできてるっていうところなんで、多少引っ掛けたりとか多少擦ったりしても、大丈夫なんですけども、ただ一個気になる点っていうと、やっぱこういうロング丈って次のアヌシもそうなんやけども、ピレネックスもね、ちょっと使いづらいかなっていうところがあるので、まあすごいオーロラ見に行くとか、そのカナダに行くとか、北極に行くってなってくると、すごい南極に行くってなってきたら使えると思うんですけど、日常生活でこれで電車乗ってたら汗だくなってくるっていうことでね。でひどい時にはね、こうニット中に着てたりしたら、こうニットにこう汗がべちょべちょになって、ニットの方からパーマ液がしてくるっていうね、ユニクロの方はあのニットありますけども、そういうことになってるので、僕個人的にはこれやったら、このノースフェイスのね、アンタークティカパーカーっていうのが半額くらいで買えます。だいたい10万円ぐらいで買えると思うんですけども、まあその代わりこれフェイクファーじゃないから、リアルファーじゃないから、このフェイクファーなっていうか、ちょっと安っぽいとかあったりするんで、これがリアルファーなんでね、本物の毛なんですけど、まあ、そういうちょっとチープ感は若干あったりしますけども、まあ、これとね着ててそんなに違いはない。だから丈夫さを求めるだけで言うんやったら、別にこっちでよくねとかって思ったりするんですけど、まあ、どうしてもこうカナダに応援したいとか、カナダにこうつながりがあるとかっていう方なんかはね、いいんじゃないかなと思います。そして次ピレネックスですね。これに関しては圧倒的安さ、コスパの良さっていうところが一番に挙げれると思います。唯一、まあ、これアヌシーっていうのは12万1000円って言いましたけども、こういうアヌシーのロングタイプだけじゃなくて、ピレネックスっていうのはこういうショートタイプもあったりするんですよ。でそれに関しては10万切るんですね。その代わり、まあダックにはなってるんですけども、グースではないけども、まあ、10万以内で、まあ言うたら高級ブランド、ピレネックスって言ったらちゃんとしてるダウンのブランドやないかいってなってくるんですけど、まあ、それが10万以内で入るって言ったらすごい安価ですよねっていうことになってきて、普通にまあ考えたら高いですよ、高いんやけども、この中でこうパッて見た時に10万以下で買える安いやないかいってなってくるので、すごい最高品質ではないんやけども、まあ品質よりかはどっちかって価格を重視したいっていう方なんかには、ピレネックスはねいいブランドになってくるんじゃないかなと思います。まあ、言うたってファクトリーブランドですから、これに関しては。そして次がですね、ストーンアイランドですね。これに関してはね、どうなんかというと、まあ最初から申し上げてます通り、あのガーメントタイっていうその製法、染め方によって、このできてから染めるっていう、洋服では基本染まってるものを洋服にする、だから色が長持ちするんですけども、後染めって言ってできてから染めるので、少し経年変化ができたりとか、こう色合いが風合い変わってきたりするっていうところがね、このストーアイランドの良さになってるので、ダウンとしていいとかうんぬんとかっていうことよりも、どっちかって言ったらこの染め方、染色とか色合いが好きやねんっていう人にはもうドンピシャやなと思うので、ちょっとミリタリー風なね、アーミーチックな感じのダウンジャケットが欲しいっていう方なんかにはね、いいんじゃないかなと思います。そして次がですね、ムーレーですね。まあこれに関しては、まあおそらくナンバーワンちゃうかなと思います、品質だけで見たら。ただ唯一のデメリットとして、もう他の種類がすごいおじさん臭いんですよ。だから選べるものが少ないっていうところが、まあやっぱファクトリーブランドならではなんですけども、アパレルブランドじゃないから、やっぱりファッションとしての展開が結構少なくて、まあダウンジャケットの作るプロではあるけども、それをこう洋服にできてるんかって言われた瞬間に、ちょっと難しいかなと思ったりするので、他のこう細かいこういうアプローチの仕方とか、モンクレールではないんですけどね、こういう内ポケットのところとかのファスナーに生地が噛まないように、こういうねパイピングがあることによって、この周りの生地を巻き込んで引っかからないようになってるとかっていうのも、すごいこう考えられて作られてるし、もちろん品質もいいし、撥水の加工もされてたりだとか、あとこの内ポケットのこの生地ですよね。だいたいこれって表地と同じ生地とか裏地と同じ生地を使うこと多いんですけど、こういう起毛感になるような生地感に変えてるとかっていうのも、すごいユーザーファーストやなと思いながら着用させてもらってたんですけど、まあただ種類に関してはまあそこは選べないかもしれないので、まあ、もし種類でね、もうゴリゴリおじさんで行くよと、もう僕むしろおじさんが大好きっていう人なんかはいいと思うんですけど、ちょっと種類は選べるのが少ないかもしれないので、まあ、そこちょっと注意点かなと思います。次がね、タトラス。まあこれに関しては何なんかというと、一番オンオフ両方でも着れると思うんですよ。で他のやつってやっぱりちょっと癖があったり、ちょっとこう特徴的な染色があったりするんですけど、これに関してはね、そのスーツとか綺麗め、まあ言ったみたいにエレガントっていうのがテーマですから、とにかくそういうシーンにバッチリなんで、スーツとかジャケットパンツって普通コート着るでしょと思うんやけども、意外とこれいけたりするんですよ。でまあそれなんでかっていうと、ウールとシルクで作られているドミツアーノってやつなんですけど、直営店に行けばこれの
ナイロンバージョンもあったりするんですよ。だからこれの唯一のデメリット、毛玉ができるというのがデメリットやったんやけど、ナイロンやったら毛玉できひんやんってことで、直営店に行けばそういうところもあったりするので、オンオフスーツよく着んねんななんていう人なんか、あと綺麗めないファッションジャケバンとかよくすんねんなっていう人には相性バッチリのダウンジャケットになってくるんかなと思います。そして最後はですね、こちらですね、泣く子も黙るモンクレールということで、皆さん大好きモンクレールなんですけど、まあこれに関してはですね、やっぱりブランド力ですよね。すごいブランド力と豊富な品揃えなので、一番バランス型やと思うんですよ。ちょっと動きやすいダウンが欲しいな、おしゃれなダウンが欲しいな、ちょっと機能的なゴアな、ゴアテックスとかのダウンジャケットが欲しいな、全部の取り揃えがあるっていうところやし、プラスアルファダウンの質ももちろんちゃんとはこだわってるんやけども、ちょっと上品な感じもあったりってする、まあバランス型がこのモンクレールになってくるんじゃないかなと思います。ただまあデメリットとしては、やっぱりフランスっていうイメージはすごい強いんやけども、結局作ってるのルーマニアかいとか、こっちの方がいってなってくるから、まあ、その辺とかも、まあ、分かった上で購入されるとかっていうのはいいと思いますし、まあ値上げもね、これ毎年行われてることなんで、1万円2万円上がんのやったらいいんやけども、今年に関しては6万円上がったってびっくりしたこともありましたんで、おそらくこの定番のモンクレールマーヤなんかはね、つい 2,3 年前まで15万とかで買えたんですけど、もう今や26万、そしてもう2024年になったらいくらになるか分からへんしってことで、どんどん値段上がってくると思いますので、まあ、値上げがあるっていうところも前提にね思っていただいたりするのがいいんかなというふうに思います。でこのようにダウンジャケット買っていただいた時ってね、次に困るのがメンテナンスなんですよ。だから最後メンテナンスの話終わりたいなと思うんですけど、メンテナンスに関しては高級ダウン専用のクリーニングっていうのがあるんですよね。でここにあるブランドはちょっとないんですけども、例えばミスサーダウンとかっていったら提携してる工場があったり、モンクレールとかも直営店に持っていけば直営店が提携してる工場に出してくれたりするっていうのもあるので、まあ、他のブランドもしないなとか、いやモンクレールもそうやなっていう場合であれば、僕の協力工場さんで一点一点手洗いしてくれるところがあるので、そこで依頼するっていうのも可能ですし、もうみんなと一緒に合わされたくないと、よくわからんおっさんと一緒にドラムでガラガラ回されたりとか、一緒に現れてその嫌やっていう人なんかは一点一点手洗いされてるねクリーニングサービスっていうのもやってますので、それ気になる方は下から見ていただければ、どのブランドであっても対応はさせていただきますし、一点一点個別に洗わせてもらって、シミとかね、僕自身もこれすごいシミとかあったんですけど、昨日買いてきたばっかりなんですけど綺麗になって、まあ、ダウンジャケットを蘇らせるっていうのかな、まあ、こういうやっぱ高いものって基本ケアが必要になってくるので、買って終わりじゃなくて、まあ、買って、メンテナンスやらなかったけど自分でやるの邪魔くさいから、一点一点ね工場さんで、例えば首元の洗剤はアルカリ性のちょっと強めの洗剤で洗って油を浮かす、やけどダウンとか生地にアルカリ性やるとちょっと強すぎるから中性にしようとか言って中性にして洗っていく、でより生地に負担がないように洗濯も2層式にして、遠心力がかからないようにする。なんでかというと遠心力かかるとダウン破裂するんですよね。で破裂したらさっきの僕の綿みたいにバーっていっぱい出てくるから、そういう風にして考えられたりするっていうことなんで、まあ、お近くでクリーニングされることがあるんであればね、全然問題ないかなと思うんですけども、まあ、クリーニングもできるだけね出してあげてっていうことにしてあげればいいかなというふうに思っておりますので、今回はですね7着バーっと紹介したんですけども、多分ご自身に合うダウンの見つけ方っていうのはなんとなくあったと思うんですね。わあ俺機能性結構好きやなとか、いや俺ダウンの職人が作ったダウンジャケット欲しいなとか、いや俺やっぱりカナダ好きやからカナダがいいなとか、多分それぞれあると思うので、まあ、自分がピピってきたブランドとかをねパパって調べてもらったりして、あこんな感じなんや、これってちょっといいかなとかっていうのでね、選ぶ時の注意点にしてもらったらいいかなということで、本日はですね神7高級ダウン頂上決定戦ナンバーワンはどれだというところで動画差し上げました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。